海と日本。さまざまな形で私たちの生活を支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクト。今回は灯台の利用・活用を促進する取り組みをご紹介します。この日東京で開催されたのは、地域資産として灯台の価値を高めるための全国灯台文化価値創造フォーラム。さまざまな分野の有識者や灯台のある自治体の担当者が集結し、灯台の魅力とそれを発信する方法について情報交換を行いました。日本灯台初の有形登録文化財に指定されたのが三保関灯台でございます。島根県は三保関灯台の取り組み事例を紹介。灯台の魅力を伝えるためミニコンサートの開催や映画撮影の誘致を行ったこと、また交通機関や旅行会社と連携した観光地としての誘客を積極的に行っていることを発表しました。フォーラムでは日本財団運の常務理事が、各自治体が個々で活動を行うのではなく、異分野の団体・企業などと連携し協力しながら、さらなる灯台の活性化に向け全国で取り組む姿勢を示しました。まだ我々はそれぞれのところでそれぞれのこう、価値観を見つけようと頑張ってるんですけれども、今日こうして開いていただくことによって、今点ですけれども、それを線、そして面にしていくために、いろんな地区と手を携えて、いろんな取り組みにチャレンジする、こういったことが進んでいけばいいなと思ってます。すごく皆さんの熱量というのを感じました。で、地元においてそれぞれの皆さんが熱源となってこうやって動いてくださるということが、これからの灯台もしくは灯台の活用についてすごく前向きな形で現れていくんだなと思います。また私たちもそういった皆さんの動きをサポートしっかりとしなければいけないなというふうな感じを覚えました。今後も全国で灯台の魅力や価値を発信する取り組みが行われそうですね。海と日本。